こんばんは。ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は、スマイルライフ天然水。こちらを紹介したいと思います。じゃあ、早速ラベルを一周してみましょう。えー、あのー、このボトルなんですけども、特にあの、500ml 形状のボトルですね。こちらを見た瞬間に、あ、 あそこで作ってる製品だなっていうのがわかるんですけども、まあ、あのー、ラベルにも、新種、安ず野で採水しましたと書いてますので、まあ、その確信がですね、あのー、得られるというか、すぐわかってしまう、わかる人にはわかるんじゃないかなと思います。えー、まろやかな南水、採水地、長野県安ず野市志保高、えー、採水地は環境省選定、名、えー、水百選の安ず野のわさび田湧水群により、 わ,わさび田湧水群よりさらに北アルプスに近い自然豊かな土地にあります自然豊かな土地で組み上げミクロフィルターでろ過し衛生管理のもとボトリングしていますそう書いてますねえっ、ー、とですね販売者が株式会社名和高度が14 p h が6.9高度かなり低いですねあのー 高度がかなり低いということはですね、まあ、ミネラル分が少ないとも言えますけども、逆に言えばですね、あの用途広く使えるどんな場面でも活躍できるという水だと思います例えば、えー、赤ちゃんのミルク作り、えー、離乳食作りなんかにもいいですしペットに与える水としてももちろん有効ですし、えー、薬を飲む時の水としても使えますとにかくどんな場面でも使えるそんな便利な水なんじゃないかなと思います えーとですねこの製品、あのスマイルライフということでライフ、スーパー、スーパーマーケットのライフオリジナルの製品ですねあの私、これ本当に今日は初めて見たんですよライフってあんまり生活圏内にないんですよね、普段あの買い物するところにはないんであの今日たまたま見かけて買ってきたのをまあこう更新してるわけです えやっぱりあの大手のスーパーマーケットとはいえ、ですねあのチェックを怠ると、こういう製品がパッと出てきたりするので、えー、油断はできないなと思っています。こんな感じですかね、私は、あのー、あ安曇野は何回か行ったことがありますけども、まあ、本当に、本当にどい,いところだなと、あの空気の流れというか、こう時間の流れがゆったりしている、東京私の住んでいる東京よりもゆったりしている気がしたんですね。 本当にそこにいるだけで、ですねそこでこうなんか目を閉じて、目を閉じなくてもいいですけども、そこにいてぼーっとしているだけで、本当日の、日頃のストレスっていうのがすっと抜けていく感じがした、まあ、あの気のせいかもしれないですけども、そんな感じがしたんですね、だいつまでもここにいたいという感じでいたんですけども、慌ただしい旅です、いつも私は。ですから、安曇野でいつか1泊したいなぁなんて考えています。で、あの水の有名なところをこう回って、ですね、えー、飲んでですね、 あの幸せななな気分に浸りたいいななんてて思っています、えー、この製品先ほども言いました通りスーパーのスーパーマーケットのライフで買うことができますので、えー、興味のある方はですね行って買って飲んでみてくださいよろしくお願いします